八王子南谷駅南谷シティ七国峠の古道南谷シティは東京都心から西方約 40km の八王子市の中心から南方2の 5km に位置しており1997年に町開きをしたニュータウンである都市再生機構が事業主体の南八王子土地区画整理事業により開発された八王子ニュータウンとも言うまた 八王子南屋敷と表記されることもある。南屋敷は、主に南屋、七国、宇都岩町、兵衛、西片層の5つの地区から構成されている。七国の地名はこの町の南部の玉丘陵の尾根にある、七国峠に由来するが、読みを七国に変更している。八王子、立川、玉業無角都市構想の一環として、国道16号沿道という立地から事務所や工場。 流通関連施設なども配置されている。また、多摩丘陵の里山安い路を生かした環境共生都市がコンセプトである。陶器上の土地所有者は都市再生機構となっていたが、2008年4月の時点で一括書き換えされた。給料部を宅地造成しているが、町全体がバリアフリーとなるためできるだけ緩やかな坂となるように配慮されている。斜面上の緑道には、 車椅子のために平坦な箇所が必ず設けられている。道路も余裕を持って配置され道幅も広く、歩道も確保されている。ほとんどの地域で電線類を地中化しており、完成した主要道路の電線地中化とともに良好な街並みが作られている。商業地と住宅地は地区計画によって完全に分離されており、駅前から西部へと伸びるメインストリートには、 複合商業施設やレンタルビデオ、本屋などあり、駅から離れて住宅地になると小規模店舗が点在している。日常生活に必要なものは地区内でほとんど揃えることができる。駅の東側は西側と横浜線の線路で分断されているため、開発が遅れていたが、住宅建設が進み商業関連施設も少しずつ進出してきている。八王子南屋駅前には、 バス停留所とタクシー乗り場のあるロータリーがあり、京王電鉄バスとその子会社である京王バス南により路線バスが運行されている。八王子営業所、高尾営業所、南大沢営業所の3営業所が分担しており、八王子南谷駅を発着して南谷市内を循環する南谷循環のほか、JR 八王子駅、京王線北野駅への路線などがある。また、 新宿駅西口から八王子南屋駅行きの深夜急行バスが運行されている。詳細は京王電鉄バス深夜急行路線を参照。未例4系統、北例6系統では平日23時台以降に深夜ありましで倍額運賃となる深夜バスも運行されている。2017年6月22日の家康高を開業時には期間限定で 無料シャトレバスが運行され、八王子南谷駅へ乗り入れる便もあった。詳細は、京王バス南、高尾営業所配し、移管路線を参照。南屋市手を取り囲むように北部を、東京都道173号上間日野線が、東部を、国道16号が、西部を、東京都道、神奈川県道506号八王子城山線が、通っている。南部には、町田街道があるが、 通るには、国道16号を経る必要がある。八王子バイパス、槍水インター付近の東京都道20号、神奈川県道525号府中相模原線に出る、ルートの計画があるが、現状で大部分は山林である。また、この町の北部に接するように、八王子南バイパスが計画されている。国道16号から JR 横浜線の東側の道を通り、 相原駅方面へと抜けることのできる道路もある。八王子南谷駅周辺に3つのショッピングセンターとホームセンターが建っている。かつては駅前に暫定施設とは南谷があり、銀行や東急ストア南谷店などが出店していたが解体され、跡地にはホーマックスーパーデポ八王子南谷店が建設された。大和ハウスグループの大和リースが経営する。 ショッピングセンター、フレスポ。大和ハウスグループの大和情報サービスが経営する、ショッピングモール、アクロスモール。八王子南谷駅に乗り入れる東京工科大学、日本工学院八王子専門学校のスクールバス近隣の片倉町に、学校法人、片柳学園が運営する東京工科大学と、日本工学院八王子専門学校があり、八王子南谷駅が、 最寄り駅のためスクールバスが発着し学生の姿も多い。駅前には大規模な学生寮が立っている。保育園は、私立南屋保育園、南屋さゆり保育園、南屋敬愛保育園、南屋雲も保育園と4園あるが、幼稚園は、地区内になく、近隣地域の幼稚園のそのバスが送迎に来ている状態だった。その後、2014年4月に、 東京ゆりかご幼稚園が建町から7国に移転することになり、地区内に初の幼稚園が設置された。また、南や保育園に隣接して、地域子ども家庭支援センター南屋がある。ありがとうございます。